はい、ピースクでサクスペやっていきますということで遊んでいきましょう。で鬼滅モリモリデッキでございます。はい、ちょっとアンダ製造機だけちょっと無駄になっちゃうんですけど、一応ちょっと後で改良するとしてとりあえずやっていきたいと思います。はい、コントロールがいっぱいです。はい、で全財だけなんとか入れて、まあ、あとオート彼女と、まあ、打撃でなんとか点を稼げたらいいかなという編成です。はい、行きましょう。で体力管理マジ鬼なのでちょっとそこを大事に大事にやっていきたいなと思います。はい、気にしながらね。でキミコを追ってる、キミネかキミネ追ってる余裕があんまないんですけど、とりあえず告白までなんとか持っていけるようにって感じですね。はい、槍パワー上限がね、まあ今猪之助しかまともな二刀流パワー上限いないので、キリル来るまではちょっとサードしか作れないかもしれないって感じです。はい、移動しやすい移動しやすい。でですね、第2はまず超速壁最優先です。あ、ここで見れるんだ。でもらえるやつですね、もらえるやつ。この敵、あれ適材適所、あ、適材適所か、適材適所が振り分け上手にしてくれるんで早めです。はい、あと回復力アップですね。適材適所は関係ねえか、超速壁長寿の水の方ですね。はい、なんか一緒に何か持ってるのでって感じです。はい、空城の系結構強いです。はいはい、でまあ割かし詰まってるな、割かし詰まってるなですね。で消臭、あ、消臭ちょっと使い方が使い方が、なるほどね、そうなってるのね。消臭あるのでどうしようかな。空城の系とかあるかな、どっかないか。あ、じゃあいきなり石田くん行くしかないかな。倒せるかな、全財あればいけるかもしれない。足んない気がする。大丈夫かな、罹患。初期配置ね、初期配置結構、しかも大名どこいるとかランダムなので、ちょっとまあその辺とかね。炭治郎いけますね。まあメンタルで節約もしたいが、コツも欲しいな。8だよね。まあ、武将戦術違う。やばい。こっちかな。炎が違う。どうしようかな。いきなり罹患使う必要あるかな。一応使っとくか、まあ、勝つ方が大事なので、距離感で、まあ、倒せるでしょ。戦国時代に迷い込んだ鬼滅の面々、横なのね横なのね、ありがとう。最初は勝つことの方が大事なので、とりあえず勝てば OK。 でいけるよね。忍び、槍、友情で倒せるはず。
伊之助、炭治郎、全財の方がいいかな。まあ全財のがちょっと効果が大きいって感じですね。はい。オッケー。ちょっと危なかった。チームメイト30入ったので、だいぶいい感じだと思うけど、でどっち行こうかな。消臭力、お茶会、ちょっとここサボり癖直すあるので、ちょっと取っときたいです。取りか。炭治郎のがいいかな。まあ経験点的な問題なんですけど、おお、あぶねあぶね、全財じゃダメだったかな。あ、あと善逸とかぶってん、善逸じゃねえや、伊之助とかぶってんだな、金徳。この子。ちょっと立ち回り、デッキミスってるから立ち回り見てくれると。尊厳の章ありますね。ただ今いるか、戦利品とかが結構大事だったりするんで、弓しかないのか。そうね、弓槍でいいか。あ、でも結構溜まってるな。でも強いんだよな、武田さんとか。まだいいか。槍2位になっちゃった、もしかして。まあ弓槍か、弓槍になって槍もらっちゃうのちょっとやだな。変えよっかな、こっちでいいや。全財でいいかな。あ、ここでもあり、鉄砲忍び、ダイアップ、他ショーアップ。倒せるよね。評価上げないとオートデートの意味なくなっちゃうか。ナイス、強い。筋力臨床がやっぱきついので、一番筋力かな。こういうところで筋力もらっとかないと体
かなりきつい。まあ、猪之助はあれだね、満塁男はないものとしてやった方がいいかな。むずーい。これいけるかな。空城の刑どっかにないか。空城の刑ないな。あ、彼女高校アップ。まあ、東洋不可だけどね、秀吉。16、まあ1個負けちゃうけど、ここか。おっと危ない。これちょっとやばいな。ここで炭治郎行くか。槍2になっちゃってんだよな。ションかぶりがちょっときついな。ヒント1個目です。絶対1時間で収まんないでしょ。どうしようかな。弓矢に使っちゃってとっとと倒すか。石田くん、どこ行きましょう。ここがきついんだよね。カンさんのね、あの技が強いんですよね。真ん中食われるんで、この辺をどうするか。大名も囲まれてるな。行かないとダメだな。行くか、本田さん。ただ若干育ってるっぽいので、次ぜんざいとかでうまいこといければ。炭治郎、あ、ぜんざいいるね。どうしようかな。よし、引き上げちゃおう。これ勝てるよね、さすがに。クリア。うん、ありがとう。味方になると結構強いので、この人
枠間に合ったね。ありがとう。これで体力が結構楽にはなるはず。でもめちゃくちゃ囲まれてんな、怖っ。徳川家康、武田さん行くかな。うん、武田さん行くか。武田さん強いんだよね。どうですかこれ。コツ欲しいけど、コツ欲しいけど、確実に行くならそんな感じか。ここが安定して勝てそうだけど、コツ欲しいんだよ。やばい、電気、そして電気をね、つけてなかったから。あ、これ、総力、コツをもらいます。電気つけてなくて暗くなってきたから、電気つけたい。はい、どうすか。悪くない。こっちでいいかな。普通にここが強いと思う。何個か負けそうだけど、頑張れ。オッケー。早くて分かんねえな。早いのと横向きなので、なんかちょっとあんまよく分かってない。進んでいくと敵も強くなるんですけど、その分もらえるメダルもすごい増えるので、40とかでもらえるようになるかな。ってなると、だんだんカンスト系の点が入るようになってくるんですけど、どこ行こう。戦利品ありますね、尊厳。まあでも武将とか倒す、東洋でも東洋服あんまいないね今のとこ。ああ直江さんはいけないんだ。いけるとこガンガン行っちゃおうかな。刀槍あるので、使っちゃおう。現在いるね。あ、まあでもコツもらいながらでもいいけど、体力温存していくか。戦術はね、やっぱ全財が一番強いですね。はい、回復もったいねー。もう2つ消えた今。どうしよう。カンさん行くには、真ん中負けるのでね。何もらえるかなんだよな。あ、ここ忍びと弓もらえる。一回ここで。これも回復じゃん。もったいねえ。まあ、1個最大値もらえたから。このデッキ体力は楽そうだね。
伊之助ならいけるよね。空城がめっちゃ強くなった。ナイス。海忍びもらえて空城レベル2なので、どっか強いとこ倒せるかな。うん、海槍空城でなんか強いの倒したいな。いけるかな。弓忍びか。弓忍び空城41ならいけるっしょ。奇襲も使っちゃおう。ここ強いけどな。ここがいいか。前座がコツなんだよね。鉄砲しか強くならないので、うん、うん、こんにちは。換算もらいます。よし、全勝。筋力全勝は助かる。鉄砲もらった。負けられない戦いがここにはあるのだ。しかし筋力は入ってるね。次どうしようかな。東洋負荷上すぎていくか。20あればいいのね。あ、そう、あー、でもここもったいないか。メダル育てたいってのはあるんだよね、確かに。そろそろ。どっちかかな。体力がほんと心配なので。炭治郎1回目です。肩だけどうした方がいいかなって感じだな。こいつがね、表満かぶってるので実質金得ないようなもんなので、炭治郎ですね。半助、ここ強いか。ただここなら全員モブだからメダルは育てられそうな感じはあるんで。救急です。はい、負けた。はい、なんかちょいちょい育ってきてはいるね。でさらっと将軍とこ来ちゃってるけど、下行ってからでいいのかな。倒せんなら倒したいよね。ここはメダル、筋力敏将は育てた方がいいような気がするんだよな。30でしょ、しかも。守備かな。悩んでもらいます。筋トクかぶってないよね。
ちょそこちょっと今日は多めに見てくれ。ここかな。明智だと弱いね。上杉。大したのがないな。炭治郎で負けちゃってもちょっとしょうがないかなって感じかな。精神余るんだよね。まあ、だから核を上げるって感じにはなるんですけど。多分勝てるとは思う。全種は無理だと思うけど。全上げ系だよね、確か。そうだよね。ああ、一個だけ負けた。まあ予想通りかな。あとメダルのたまり多いような気がするな。気のせいかな。でまあだいぶ、まあ、進めてはいると思う。鉄砲空城か。モルさん倒せるかな。数値によっては倒せると思うんだけど。鉄砲がいけるか。忍び入った。おい、やめろ。危ねえ。回避。ラブパー強いな。しかも超速壁ダメか。倒せる？ショーアップで倒せるかな。一応全部超えてはいるけど。怖え。排水とかも使えないもんな。信じるよ。信じるとか、俺の計算がちゃんとできてればいいだけなんですけど、うん、刀だもんな。違うとこ行けばよかっただけかもしれないけど、オッケー、セーフ。だいぶ倒せてます。これ切っちゃってもよかったかもね。厳選の時は切っちゃってもいいかも。無理やりこれでやるならね。上行った方がいいかな。奥側は別にいらないんだよな。島津さんを倒したい。鉄砲忍び空城で30か。直江なら倒せるか。倒そう。ただ、いけるか。義勇さんしかいないよね、二刀流。うん、そうだね。いってらっしゃい。なんで体力こんな余裕あんのか全然わかんない。それはデッキがいいのかもしれない。その、金徳関係無視すれば。ごめんねな、直江ちゃん。そうなんだね、この人どっちもかぶってんだよな。だから内アンダー取るしかないんだよ。古軍選べたよね、確かに。
どっちがいいかな。あんたも東洋負荷か。東洋負荷が多いな。ここだいぶ兵力が上がる。ちょっと技術筋力あれだけど、こっちの方がいいかな。あ、でも超速壁か。筋力いるもんね。ラブパ長はい、石田さんがあれか。いける？モーリさんでいける？弓が強くなるからいけるか。いけそうな気がする。計算しろよっていう多分ふんわり暗算でいけた気がするけど、いけた。そろそろあれか、ちゃんと 9-0 で勝たないとダメかもしれない。終わり。どこ行こっかな。もうだいぶ強いんだよね、敵が。自分も強いなら、自分も強いならそこそこのとこ行ってもいいと思うんですけど、どっちかな。まあ上先の方がいいのかな。早急空城、わりかし引きもいいかもしれない。はい、地味に技術の方が足んない気がしてきたし、ここでいいかな。冷静。はい、どこ行こう。刀、鉄砲、空城があるから、あ、伊達近い助かる。伊達近いな。
ゲイ。満塁男がすごいことになってる。そうね、倒せんのかな。伊達クソ強いからな。どうしようか、無理だな無理だな。排水あ、罹患とかここにあるのか。奇襲もらいに行くか。30超えならいけるよね。ここだと次足んないかもしれない。こっちかな。負けるけど、お茶会、お茶会はナイスだな。炭治郎でいけるか。長宗壁がちょっとあれだけど、あ、気づいたら明智が育ってる。こっちの方がいいかな。緊張もったいないね。うん、こっちの方がその勝手っすよ。頼む。怖い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 。危ねえ。意外と勝ってた。ごめんな。結構パンパンなやつ多いな。スワベじゃない。スワベさんは俺がただ単に好きな声優さんの名前言っただけだ。困る。どうしようこれ。刀忍び。ここで刀忍びでいっちゃうか。でなんかどっか行けば。どこ行く？これ取っていいか。せっかく筋力育ってるので取りに行きます。コツ光ってないね。そうだね。で、お茶会いるか。お茶
回いるか、倒せそうな気もしてきてるんだけど、なんか珍しいな、筋力がいっぱい入ってどこが強いか。ここか、であれが強いんだよね、結構あれが強いので、ちょっと使っちゃいます。怖いんだよ伊達マジで。伊達にやられるの結構あるんで、だいぶ終わってきたな。あとここか、強っ。ちょ、徳川最後に取っといて、なんか取った方がいいやつって、とりあえずここか。あ、でも今育ってるからいけちゃうのかな、もしかして。ちょっとわかんないんだけどさ、難しい。40いってればいいんでしょ。なんかいけそうな気がしてきたな。次がぜんざいとかいいやつがいたら行くけどって感じかな。ダメだったらちょっと違うとこで箸休めしよう。洗剤はダメだ。風林火山か。風林火山ならいいんじゃねえか。なんかいけそう。いけそうだな。いっちゃいます。いや、一個やられた。印象が足んないね。まあ、印象足んないのはまあ全然まさかとかではないんだけど。島津倒せるかな。でここ倒しちゃうと最後侵略もできなくなっちゃうんで、最後の最後に取っておきます。まあ、なのであとはまあメダル意識しながら攻略していく感じですかね。やり。てかデート全然できてなくない？大丈夫君たち。愛は育んでるかい？一回目だよね。一回しかデートしないのに君たち。
どうしようかな。あ、ぜんざいか、普通に。何今なんか時差なかった ?OK。まあこんな、ね、普通変わってないっぽいな。なんかちょっと倒しやすいような気もしてたんだけど。ここに行ってデートが動き出した。ただ単に慣れてただけか。印象。ちょっと大名まだ倒したくないんですよ。弱いとこある？あるね、まだ。レンカ。こっちもらおうか。ちょちょちょ。ボタン押し間違いがまだ多い。26で倒せるよね。炭治郎。ただあれだな、メダルちょっとうまく貯めれてないかもしれない。筋力1回だけだもんね、回収したのか。また筋力溜まってる。なんで？そんなバランスだったっけ？ここでいいか。うん、精神全然いらないな。ちょっとあれかな。試合スルーしようかな、今日。脳が良さそう。うん、なんでこんな筋力いっぱいあんの。初めて見たんだけど、この光景。先こっち倒したい。40か。いけそうだけど、ここかな、とりあえず。ここかな。うーん、どうしようかな。臨床が一応育ってきてる。戦術的にここか。なんでこんな筋力あんの。パワー比広角。99じゃないか。
毛利さんって何？弓か。うん、ここだな。また筋力だ。なんかバランス変えられてる？まさか気のせいかな。最後と、あ、もう倒さないとダメだよね。そうだよね。ここしかないかな。強いとこ、あ、ここじゃね。気がするな。筋力マジですごいな。ここだとぜんざいか。わかりました。なんか点入るっけ最後。忘れたな。あれ、オッケーか。なんか足りてない気がするんだけど。大丈夫か。で、いけっかな、1個ぐらい。で、こう、天下統一終わるとこんな感じでクソ強くなっちゃうので。あ、まあ、でももう関係ないか。お気をつけてって感じです。はい。あ、で、デートできてない。デートできてないよ。
君ね入れない方がいいかな。体力きつくはなるけど。とりあえず筋力もらうか。メダルをどううまいこと集められるかかな。第2球投げた。打った強い当たり。見事。同点で迎える6回です。今日2打席連続でホームランを放った。あっと、いった。入った入った。戦国リードで迎える8回です。今日3打席連続でホームラン。きた。いった。どこ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 、思ったより点が入るとこないな。ここ回収した方がいいかな。できたらタックで踏みたかったんだけど、来る確率を考えるとやめた方がいいな。精神があんま足りてないのか、意外と。でもかなり不思議現象が起きたな今回。筋力足りないはずなのにめちゃくちゃ入ってるんだよね。お待たせいたしました。ツーアウトランナー一塁という場面で鍋島投げた。もう投げた。危ない球。投球は3球目。投げました。打った。これは強烈。いった。入った入った。戦国リードで迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面で鍋島初球を打った。掴んでこれで3アウトに。6回の裏コンピューターすんの忘れたし。トップバッターは鍋島。今日2打点を挙げています。投げました。打ちました。痛烈。いった。入った入った。8回の裏戦国攻撃に入ります。先頭バッターは鍋島。今日3打点を挙げ、これはいい当たりだ。いった。入った入った。ご覧戦国ちょっと肩上限だけ、なんか肩上限の安打製造機いないかな。ないか。なんかいい練習、なんかいい練習ないな。どうしようかな。精神が欲しい。とにかく筋力入るけどしょうがないか。
応連打だけ使えますという感じになってます。で3まで行くと練習効果とかつくので、持ってるといいよって、打撃タック強いの来た時に使ってあげるみたいなのが一応できるキャラかな。キャラではない。止水トレット上りだか、いや精神足んねえ、全然油断してた。なんでポイントバランス多分変わってるわこれ。改めて初見はこんなもんか。お待たせいたしました。2回の裏戦国攻撃に入ります。トップバッターは鍋島。あーっと、いったー、入った。やっぱ1時間は余裕で超えるな。ワンアウトランナー1塁3塁という場面でフェリー、戦国フェリーはイベキャラ化しませんので、欲しいけどね。あばあ、打っちゃった。顔だけでも欲しいけど、ペリー。戦国追加点のチャンスです。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で鍋島、今日はチームの全打点を叩き出しています。戦国の顔全部欲しいよね。第2球投げました。もう投球は3球目投げました。きたー、いったー、あとどっちだっけ、これ便証もらえたはずだけど選択肢忘れた。あれキミコちょっとデートできないな。さよなら。これ便所だっけ、あ違う、あれ便所100ぐらいも、あ強い姫か、あれちょっと点が出てないすいません。点が出てないんでちょっと適当に振らせていただきますが、やべ足りねえじゃん、足りねえじゃん。はい、ということでした。ちょっと結構むずいね、一応まああれやりながらメダルをうまいこと育てて、まあ、筋力しか育てられなかったんでちょっと振り方を考えた方がいいのかな、で各都道府県でその大名とかでもらえるメダルとかは決まってるので、誰でいっぱいもらうとか、ここは急所絶対するぞとか、なんかそういうの、うまくやれたらなっていう、感じでございます。ということで、久しぶりでめっちゃ難しかったけど、デッキ考えないとな。ということで、頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。では皆さん、いい一日をお過ごしください。バイバイ。